やりましょう。キャスト、キャスト、投じる。お、投げる。俺、キャスト・ヨア・セルフっていう、うん、フィア・アンド・ルージング・イン・ラスベガスの曲があるんですよ。僕、タワレコで出てたダンス&スクリームっていう限定の、うん、もうまだメジャーで知れてない時の CD 持ってた。アクセロリー。ああ、まあ、これはね、もう日本語にほぼなってますけど、加速する。はい、これ、フィアンド・ルージング・ラスベガスの。いや、いいよ。曲あります。はい。はい、なんてバンドが分かってる？分かってるよ。何？フィッシュ&ラスベガス。ラジオフィッシュだと思ったの。フィッシュ&ラスベガス。違うよ。何？次いきますよ。答え知らないまま次行ったユニティ。ユニティ。ユニティ。ヒント、フィール・オブ・ユニティ。え？ラスベガス。正解！フィアンド・ルージング・ラスベガスです。のアルバムですね、うん、僕大好きです。なんてバンドか分かってる？フィッシュ&ラスベガス。違う、なんで？んフィアンド・ルージング・ラスベガス。あ、そっか。うん、頼むぜ。1000から1200じゃなかった今度で。あ、ほんとだ、1244だ、ごめん、すいません。もうベガスの単語探してました。フェイズ。フェイズ、これフェイズ2ヒント。で、そのあれですよね、ん、段階、まあ面、段階、段階で、フェイズ2、アルバムですね。いいですよ、わかんないですけど、誰、何のアルバムだと思う？フィッシュストーリー。フィア&ルージング・ラスベガス。なぜ、シンドローム。シンドローム。いいですか？はい。症候群。正解。えい。これワンオークです。ニッチ・シンドロームです。めちゃくちゃ有名になったアルバムね。パフューム。これあれでしょ？ん？チョコレート。ああ、正解正解正解。香水。正解です。香水って意味のさ、うん、グループなんだよね。あ、3人とも香水がすごい好き。すごいおしゃれだね。これ嘘ついた俺。ラディカル。ラディカルね、うん、いいですか。はい。急進的なみたいな。ああ、急進的な、はい。クラッシュ。クラッシュ、いいですか。まあこれクラッシュするとかいいもんね。そう、はい。押しつぶす。押しつぶす、正解。ディズニーの大塚言ってたんだけど、うん、クラッシュって言うじゃん、うん、海の生き物、うん、あれ結局水槽にぶつかれって意味らしい、うん、らしいですよ。嘘だよ。らしいですよ。嘘だよ。はい、さすがに嘘だよ。大津入れた、大津が嘘ついたみたいな。嘘、大津だけ切るから。俺が嘘ついて、きつっ楽しませるためにやってんのにチーってチーって、騙す。正解。ブレイブ。ブレイブ、これもね、うん、ブレイブストーリー。おー、そう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 、そうなんです、そうなんです。勇敢な、はい、の、主題歌歌ったのは、ミスチル。なんで？アクアタイムズ、アクアタイムズ。あるして、コーフ。コーフ、最近カンタが知るやつですね。はい、咳。そうです、そうです。ピッチ。ピッチ、ピッチ、投げる、投げる、はい。ピッチャーね。ウィスパー。ウィスパー、ささやく。正解。はい、次、ワンダー。ワンダー、いいですか。はい。歩き回る。え、あれ、歩き回るね、そうだね。で、これ、センスオブワンダー、合唱コンで歌ってる曲。僕あれですけどね、ん、中学校の時の合唱コンクール専攻の校歌伴奏しましたけど、中二病だったから、僕チェーンつけてたの、うん、ね、これやっぱチェーンつけちゃうよね、そういう人って。で、ピアノの椅子に座ってこう弾いたんだけど、うん、そこまで大丈夫。おー、いつ弾けんだみたいになってんの、うん、で、座るとさ、チェーンがこう、まあジャってなるじゃん、普通に、うん、で、ピアノの椅子ってさ、普通にこう、椅子があったら横にこう、クイ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 って回して、高さ調節するやつね。高さ調節するやつがあるのよ、うん、そこの下にこうなってて、終わった後にどんなもんじゃいと思って立とうとしたら椅子がガタンってなってっていう話。恥ずかしい、失敗談聞きたくないよスピール。スピール。いいですか。はい。こぼす。正解。ログ。ログ、ログオンするとかですか。ログオンするって言う？言わない。
言ってたじゃん。いやでも書いて、それだって書いてあるからさ。なるほどね。で記録するってことね、うん、バニッシュ。バニッシュ、はい、消える。正解。ドリフト。ドリフト。ドリフトはな、ドリフトとか言うのね。うん、漂う。あ、正解。あれ漂うだよね。うん、直ドリ知ってます？直ドリ。なんかチャリで。違うよ。マリオカートだよ。チャリでしょ。チャリでやったら、チャリでこう全速でうわーっていって、どんくらい壁の近くでピシャってできるかってやつ。お前の中学の時の遊びな、それ。ブリリアント。ブリリアント、素晴らしいみたいな意味でね。ああ、エクスプロード。エクスプロード、爆発。正解。はいはい、ということで、じゃあ来週また200を終わりましょう。お願いします。